さあ今年もやってきましたサマーシリーズ、今年も企画やるぞ。はいどうもマン、はい KBOB でございます。はい、やってまいりましたねサマーシリーズ開幕ということになります。今週の21日から、9月の13日までの夏恒例のねサマーシリーズが始まるんですけども、まあ競争としてはまあサマースプリントシリーズ、サマーマイルシリーズ、サマー2000シリーズ、あと機種のねサマージョッキーシリーズという4つの項目のサマーシリーズが始まります。皆さん今年もどうですか、荒れそうな感じしますよね。はい、まあ去年はねサプリメント問題、禁止薬物が入っててちょっと荒れた競馬会になりましたけど、あれから1年ですよ。はい、もんですね。はい、まあそこからね不祥事なく、まあコロナの影響があって無観客という前代未聞のことが起こっておりますが、まあそんなことも気にせず、競馬を楽しんでいっている競馬部員なんですけども、まあなんといってもサマーシリーズは僕にとって大好きな、シリーズというか競馬になるんですけども、まあ少額でねいつもかけている方とか、まあ僕みたいにお金のない方とかにはにとっては、サマーシリーズというのは荒れているレースが多いので、まあ、荒れるレースが多いということもありますんで、僕はね大好きな、シリーズになるんですけども、今年もねやってやろうかなと思ってます。サマーシリーズ企画、今回の企画は1万円で、1万円でどれだけ、サマーシリーズの間、増やせるのかと、まあゼロになる可能性は大なんですけども、はい、まあ毎年去年もね一応5000円という形で多分やってたと思うんですけど、まあ去年はちょい勝ちぐらいになったんですかね。はい、だからもう1万円なんで、まあ、結構買い方も、日和ながら買わないとすぐなくなってしまうんでね、考えて、買っていこうかなと、はい、思っております。それが今回の僕の企画になります。はい、もしよかったらね、見てもらえればありがたいなと。で毎回毎回買い目の方とか最後にね、載せて、なおかつ金額の方も載せていこうかなと思ってます。でプラマイ増減も変えていこうかなと思ってますんで、楽しめる方は楽しんで見てもらったらどうかなと思っております。では函館スプリント、予想の方行きたいなと思ってます。ではレッツラーゴー。はい、ということで今回なんですけども、函館スプリントステークス、自分が一番今いいなと思っている馬がもうこれしかないなと思っております。ジョーマンデリンですね。父血統ジョーカプチーノも、まあ短距離は得意とする産駒ですし、まあ、血統もいいなと。でなおかつこの馬なんですが、今回騎乗予定が岩田騎手、復活ですね。はい、もう復活で、怒りの、勝利をもぎ取ってほしいなと思っておる、騎手なんですけども、まあこの馬自体が僕はなんで狙えるかというと、まあ、函館の実績ですよね。函館の実績が3100という形で、まあ、函館、まあ、洋芝が合うんでしょうね、よっぽど。なんで、まあ、函館に関しては強いなと、逆に人気シーヒン方が、ありがたいなと正直思っております。はい。で、距離的にも、まあ、千里がベストですし、なおかつこの馬はまあ右回りも得意としておりますんで、でまあ客室なんですけども、本来なだったら中段よりまあやや後退気味の差しの馬なんですけども、前走がねちょっと前目の方で競馬したところ、うまいことはまりましてね、まあ楽に、前に立った時に抜けれたということの競馬もできたんで、結構自在性もあるんで、まあ今回また前目の方に僕は行って競馬するんじゃないかなと思っておりますんで、ここは岩田騎手の騎乗とこの馬の能力にかけてみたいなと正直思って、ジョーマンデリンが僕は本命ですね、一番いいかなと、はい、思っております。で2頭目になるんですけども、やはり外せないのがこの馬、
ダイヤトニック、まあロードカナロア産駒で抜群のね、血統を引き継いでいる馬なんですけども、まあ着順もずっとね、あの安定もしておりますし、千人に関しても強いなと思っております。はい、高松の宮記念 G1 もね、見事3着に食い込んできておりますんで、やはりこのメンバーの中じゃ能力、実績はナンバーワンかなと、まあ決して外せる馬ではないなと、馬券圏内硬いんでね、ここは入れとかないといけないなと思ったんで、これも入れさせてもらおうかなと思っております。まあやっぱ強みとしてはもう前目で競馬この馬もできますし、まあ今回乗り換えで武騎手ということで、まあ函館の武騎手も恐ろしいと思いますんで、ここは馬券圏内外せないなと思っておる固いダイヤトニックも入れたいなと思っております。で3頭目なるんですけど、ここも狙ってみたい馬がスイープセレリタス、セロリタス、いやもうそんなどうでもいいね、ハーツクライサンクになるんですけども、まあ、血統的にね短距離ということよりもと思ってたんですけども、まあこの馬もね1002、まあ1006がほぼやってたんですかね、なんですけども、まあ能力は高い馬かなと、はい、さすがお母さんのスイープ道場の血を引いているなと思っているんですけども、まあ逆に新しいね、展開というか、まあ新しい1200での顔を見せてくれれば面白い一頭かなとは思っておりますんで、スイープセレータス人気ないんであればここも買わないとなと思いましたんで、まあ前走もなかなかいいあの勝ち方もしておりましたし、まあ差し足勝負だったら用意ドンだったら結構強い足も持っておりますんで、函館のね洋芝でも通用するんじゃないかなと僕は思って、この馬も買おうかなと思っております。そして最後4頭目になるんですけども、ちょっと2頭悩んだんですよ、アリンナとシバージと、この2頭悩んだところ、さ最終選んだのがこいつ、アリンナにしましたね。まあ祭りだゴッホ産駒っていうのも僕ちょっとあったんですけど、まあ祭りだゴッホ産駒もちょっと好きなんで、はい、ここも勝ったっていう、決めたっていうのもあったんですけども、まあ前走ね10番人気ながら1着に来てるあたり、まあやっぱ人気してない時ほどこう気楽に乗れて、いけるんじゃないかなと。でまた今回乗り換わりでなるんですけども、まあどっちかですよね、もう展開がハマってバチッと差し足決まるか、もうその辺おらへんか、どっちかになると思うんですけども、一発狙うんであればアリンナ、まあここ最近の成績見てたらいけるんじゃないかなと。で中山のね、八重山でのこの2走前もか3着という形で来ておるんで、好調で、まあ調子は向上、上積みも十分かなと思っておるんで、まあアリンナも狙ってもいい一頭かなとは僕は思っております。はい、なんで今回、僕競馬 V の方は函館スプリント、アリンナと、でジョーマンデリンで、スイープセレリタス、そしてダイヤトニックの4頭ボックスでいこうかなと思ってます。はい、で最終的にねワイドだけでなると思うんですけども、まあ買い目の最後また変えておきますけども、金額とね、まあ正直、自信はあります。はい、まあ荒れるであろうと僕も思っておりますんで、ここは取りこぼしなく取っていきたいなと思っておりますんで、もしねよかったらチャンネル登録の方と、これからも応援しちゃるわっていう人は高評価の方と、まだまだ心配やからお前もまた見とかなあかんわっていう方は、コメントの方よろしくお願いします。ということで、競馬 V のサマーシリーズ、第1回目、予想の方は函館スプリントになります。はい、みんな当ててまた日曜日 VV 言いましょう。 VV ありがとう。躊躇なくチャンネルボタンを押せ。